ワシントンはアメリカ海軍の総工巡洋艦、テネシー級総工巡洋艦の一隻。艦名はワシントン州にちなむ。その名を持つ艦としては7隻目。ワシントンは1903年9月23日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港した。1905年3月18日にヘレン・スチュアート・ウィルソンによって命名浸水し、 1906年8月7日にフィラデルフィア海軍交渉で艦長ジェームズ・ディー・アダムズ大佐の指揮下収益した。フィラデルフィアで偽装が完了すると11月1日にハンプトン・ローズに向けて出航。1週間後にワシントンはパナマ運河を視察するルーズベルト大統領が乗った戦艦ルイジアナの護衛として出航した。この航海の間、ワシントンはハンプトン・ローズ、 パイニーポイント、パナマのコロン、チリクイ商湖、モナ海峡に立ち寄り、11月26日にニューポートニューズに帰還した。12月8日にデラウェア岬に向かい、11日にフィラデルフィア海軍交渉に入居、1907年の春まで修理が行われた。ワシントンは4月11日にリーグ島を出港し、翌日ハンプトンローズに到着した。 その後5月まで同地に泊まり、1607年にジェームズタウンが設立されたのを記念するジェームズタウン博覧会に参加した。間もなくワシントンは北に戻り、5月の大半はニューヨーク海軍交渉でオーバーホールに費やされた。5月28日から6月5日までスタテンアイランドのトンプキンズビルで成長を行い、その後ハンプトンローズに戻ってジェームズタウン博覧会に、 再び参加した。ワシントンは6月11日にハンプトンローズを出港し、ロードアイランド州ブラッドフォードを経由して、ニューポートでテネシーと合流14日に大西洋を横断し、ヨーロッパ海域に赴く。両艦は6月23日から7月25日までの間にロワイアン、エクスト、ラパリシ及よびブレストを訪問し、8月にトンプキンズビルに帰還。 速度講義を行った。1916年にシアトルに改名。第一次世界大戦では駆逐隊の機関任務に就いた。戦後の1920年には従順洋艦に類物変更され、戦艦機には宿泊船として利用されていた。1941年2月には海軍に復帰したが、第二次世界大戦中は本国から離れることはなく、 1946年6月28日に退役した。ありがとうございます。